皆さん、こんにちは。ポケモンの英語の名前とその由来へようこそ。本日最初に紹介しますのは、こちらのダークライです。英語の名前は日本語と同じ。発音は、ダークライです。暗いを意味するダークに、暗い、組み合わせて、ダークライです。まあ、これ、暗いになるわけですね。はい。これ結構有名なお話なんですけれども、皆様はご存知でしたでしょうか？あ、大変申し遅れました。私、シュン・フロム・アメリカと申します。どうか、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは気を取り直して、今度はこちらのシェイミを見ていきましょう。英語の名前と発音はシェイメン。中国語でありがとうを意味するシェイシェイに、ヘブライ語で天国を意味するシャマイム。合体させてシェイメンです。第4世代で最後に紹介しますのは、こちらのアルセウスです。はい。英語の名前は日本語と同じなんですが、発音はアルキエスです。本当は日本語と同じようにアルシエスという風に発音する予定だったのですが、アメリカのアニポケのナレーターさんが間違って発音したことから、まあ、公式でアルキエスになったという、そういったエピソードが実はあったりします。ギリシャ語で原点または権力を意味するアルケイに、ラテン語で神を意味するデウス、組み合わせてアルキエスです。ここからは第5世代のポケモンの紹介に移りたいと思います。まずはこちら、ヴィクティニから。英語の名前は日本語と同じ。発音はヴィクティニです。勝利を意味するヴィクトリーに、運命を意味するデスティニー。合体させてヴィクティニです。あと、どうでもいい情報なんですけど、ヴィクティニは、ウサギさんの形にカットされたリンゴがデザインのモデルとなってるそうですね。本当にどうでもいい情報をお届けしました。メロメロといえば、このポケモンですね。はい。スタージャーです。英語の名前は、スナイビー。ヘビを意味するスネークに、ツタを意味するアイビー。組み合わせて、スナイビーです。そんなツタージャの進化系が、ジャノービーです。英語の名前は、サーヴァイン。ヘビを英語で、ちょっとおしゃれな言い方をしたら、サーペント。これに、ツルを意味するヴァインをくっつけて、サーヴァインになるわけです。ジャノビーの進化系がジャローダになります。英語の名前はサーピリオン。蛇を意味するサーペントにより優れているを意味するサーピリオン。組み合わせてサーピリオンです。コブタちゃんのポケモンは可愛いですよね。はい。ポカブです。英語の名前は、テピーグ。生温かいを意味する、テペルに、豚を意味する、ペーグ。合体させて、テピーグ。です。ポカブが進化すると、はい。立ちます。チャオブですね。英語の名前はピグナイト。
豚を意味するペーグに着火を意味するエグナイト、組み合わせてピグナイトです。いやー、僕この名前結構好きなんですよね。はい、響きがいいじゃないですか。ピグナイトってね。本日最後に紹介しますのは、記念すべき図鑑ナンバー500番、はい、演武王です。英語の名前は日本語と同じ、発音はエンボールです。火の粉を意味するエンバーにイノシシを意味するボール、組み合わせてエンボールです。ということで本日は以上でございます。皆様お疲れ様でした。また来週この時間で、この動画の続きが出ますので、ぜひぜひ見てくださいね。ということでまた来週、さよなら。